女性型ですか？そう。古来から人々の心を癒し、希望を授けるのは女性と決まっているからね。男の人だって癒した人はたくさんいるんじゃないですか？大昔の史実なんてものは大抵男性優位主義のもとで編纂されているものだよ。それに男なんてものは破壊や支配しかできない生物だから、何かを生み出したり守ったりするものの姿としては女性であることはとても重要なんだよ。何か変なこと言ったかな？いえ、ただ先輩とても優しそうな顔して力説するから、そのギャップがおかしくて。そうかな。先輩はなぜコスモスを作ろうと思ったんですか？やっぱり人類を守るため？そうだね、確かにグノーシスは人類の存亡を脅かす脅威であることは確かだし、その脅威から人々を守りたいってのもある。でもそれ以上に強い何かの思いが僕の中にはあるんだと思う。思い？世界に存在するものすべてには何らかの必然的な意味がある。グノーシスの存在自体がこれまで僕らが知り得なかった何らかの意味を知らせるものだとしたら、それを知りたいと思う。グノーシスが知らせる意味、結果的にはそれがこの宇宙を救うための早道なんじゃないかな。先輩ならきっとできますよ。コスモスを作ることも意味を知ることも。